大正昭和までの、まあ、あの令和のとこまでですね、約90着ぐらい、90着あの、はい、あの復元しております。一部、まあ、本物を使わせていただいているんですけれども、へー、はい、小物に至るまで、はい、でここで1着500円で着せていただいて、で、はい、撮影は、撮影はね、はい、ここカーテンを閉めて、カーテンを閉めて、はい、あの一応スタジオがあり、ああ自分のカメラで撮らせていただいて、撮っても OK ですね。携帯電話とか、あ三脚持ってこられて撮ってますか。一覧でも撮られる方もありますし、あこれあの衣装着てこれ乗ること可能なんですか。あの乗られる方ありますよ。あそうなで、ここの、はい、このパーテーションを使って、はい、箱スチロールかなんかで自作の背景を持ち込みも OK。 そうですね、ここで、はい、あの、ようなそうですね、うん、これだけしっかりしてたらこう背景作りやすいですよね。一応、うん、まあ、これ、ね、ということなんですけど、うん、一応あの壁に、白壁にちょっとしてるな。そうですね、だ背景持ち込みで大きさにあの合うものをバッグに持ってきてつけてもらったら、そうですね、でライトは持ち込みになるけども、あ、そうも構いませんね、はい、うん、で三脚はここにあったのをお借りできますね。はい、はい、わかりました、はい、ここまでは、はい、南北朝時代の甲冑ですね。いや、復元したもの、復元したもの、はい、南北朝時代、はい、大鎧ですね。大鎧、はい、あの室町前期と中期ですね。はい、そうです、はい、これはこれがあの室町後期ですね。鉄砲が入ってきた時からのやつですので、はい、室町末期から江戸時代初期ですね。すごい、え、全部復元ってすごいですね。あの、まあ、既製品のやつ、この辺たちはまあ既製品なんですよ。あの、あとこっちになると、まあ、あのお人形屋さんに注文するんですよ。うち、森重さんでってご存知ですよね。はいはいはい、はい、有名な、あの、あの、あそこでいつもあの取引があってあの作っていただくんですけども、はい、別注で、はい、明治時代のうちは珍しいのは明治18年の宮内庁の助官礼服っていうのはあの一応うちとこあの、はい、作らせてもらって、うちとこだけしか作ってないんですけども、冠ですね。でこういうのは私のいとこがあの宝飾店を足やりやってたんで、全部あの作っていただいたので、これなんかはもう既製品であるんですよね。あの、うん、神野さん、巫女さんなんかがつけるんで、でこれはうちはあの巴御前の衣装をつけたいって名指しでこだわる方があるんで、でその方にはこれを、うん、あのつけていただくんですけども、甲冑の上にですね、女性は兜つけないんです。それであの女性の場合はあの兜の代わりに前天外というこういったものを、天大臣がつける冠なんですけども、はい、これも私のいとこが復元しました。いとこさんすごいですね。あの写真をもとにですね、へあの
京都の井筒屋さんっていう装束屋さんが作られた、衣装図鑑みたいなのあるんですよ、うんうん、でそれを参考にですね共有しておりまして同じ本をですね、うんうん、でそれで何ページの何番の衣装とかって言って注文するともうそのままそっくり塗ってきてくれると、うん、はい、一応これをまあ材質を変えて作ってるんですけどもシルバーと入れてに変えておいてこれをホワイトゴールドで同じものを作ると、うん、宮内庁の認可がなければ作れないもの、はい、今後明治大正昭和の皇后がつけられたティアラということで今戦後ちょっとデザインが変わりましたけども、うん、これ明治大正昭和の皇后がつけられたものを復元してるんで、で材質を全部シルバーに変えてるんですけど、ドレスですね。ドレス、はい、はいはいはい、1枚2枚、うん、ドレスピンク紫でこれはもう全部500円で、はい、OK、 はい、こんなん全部揃ってるんですか。一応ね図鑑から復元したものをへこれはもう出ますよって色がこれが巫女さんだったらここのこれを使うということですか。そうですね、なるほど、はい、あると思うんですけど一番最初卑弥呼ということはこれですか。卑弥呼、あ、これやこれやこれ卑弥呼、はいはい、これ卑弥呼 でこの卑弥呼の時この今さっき撮っていただいて、はいはい、これですね、はい、これ全部1個500円で、1着500円で。だから多い一番最高で7件の女性と、それから明石の方から来られた男性の方が、うん、が8着で、それから8着この前、愛知県の一宮区から来られた10着着用されました。10着半日でもね、10着でも5000円じゃないですか。そうですね、うちに作業したんであんまりお金取れないんですよ。そうなんですか。最初はそれやったら、うん、お母さんがやってる